長、おはようございます。今日もお疲れ様です、番長。ああ、おはよう。虎丸さんといるといろんな人に挨拶されるな。虎丸さん、今の人たちは知らん。え、番長っつう肩書きがついてからはよくあることだ。9割は誰か知らねえ。はあ、まあ別に悪い気はしねえけど。そんなもんですか。えのきと歩いてるとこれ結婚式みてえだもんな。え、そういえばうのきが誰かといるの見たことねえが。え、いや、その俺いつもいじめられる側なんで、友達も少ないし彼女とかもいたことないですし、ですからまあ割といつも暇してるというか、かっこパシリ以外。そうか、つまり私が初彼女。なんで急に満足げ。いや待て、予定が少ない、それすなわちデートにも誘い放題なのでは。よし、うのき、じゃあ今日の放課後。え、すみません、その放課後には用事が。暇してんじゃねえのかよ。すみません、すみません、ちょっとやることが。私とどっちが大事だ、言ってみろ。すごく悔しい。その、委員の仕事でなるべく早く終わらせますから。よし、なら私が手伝ってやろう。え、仕事ってこいつらか。はい、飼育委員で。動物はいいですよ、可愛くて。私をほったらかしてデレデレしやがって。なんか知ってる、なんだそのめで方。私だってまだうのきとハグしてねえのに。ああ、その虎丸さんってもしかして動物苦手だったりします？別に苦手じゃねえよ、ことごとく逃げられるだけで。大型犬にも逃げられたからな。ああ、それなら俺が手伝いますから、抱いてみます、ウサギ。いや、別に。まあそう言わず、ぜひ。押し強いな、今日のお前。まず腕をこう。近い。ほら、大丈夫でしょ、ね。動物は別に苦手でもないが、特別好きなわけでもないけど。お、来るか。こいつが好きなものってだけで、不思議なもんで途端に特別に思えてくる。そうだな、こういうのも。ああ、悪くねえな。あ、うのき？あ、いえ、よかったです。知らなかった、虎丸さんってあんな風にも笑うんだ。いつもはすごいオーラだけど、もしかしたら本当はそんなに怖い人じゃないのかも。本当に食っちまいてえぐらいだな。かわいいのいい。肉食。おい、うのき、他にも何かいねえのか、食えそうなかっこぐらいかわいいやつ。食用はちょっと。お前でもいいぞ。よし、これでオッケーっと。ちゃんと来てくれるかな、うのきくん。本当にあいつにラブレターなんか出すんですか、まつりさん。だって本当に好きなんだもん、負けてらんないじゃん。